いい天気、この上が E レール、モノレールですね。で、ここがね、映ってるかな、三重橋駅。ホテルすぐ近くだったんでね、ここから、モノレール、E レールに乗って、那覇空港を目指します。信号を渡ってその先が、あれ確かエスカレーターのはずなんでね、あそこで、まあ、ここエレベーターもあるけど、スーツケースちっちゃいし、エスカレーターで大丈夫でしょう。結局沖縄ね、6泊してたんですけど、まあ、間、中ね、ずっと仕事だったんで、昨日、一昨日はね、たまたま何もなく、のんびり、ちょっとだけできたんだけど、今日最高気温32度だって、まあ、これ、東京とかの方が暑いよね、これ、きっとじゃあ。どうなってんだ。今日はね、ちょっとね、東京に行くんじゃないんですよ。今日は22度。はい、スイカも使えて便利ですね、イレール。ということで今日どこ行くかっていうとね、名古屋行くんですよ、実は。ああ、いい天気。景色いいね、上上がってくると。まもなく2番線に。電車来ますね。ああ、結構人乗ってるね。いっぱいだ。いいでしょ。トランスオーシャン航空ってやつですね。駅のターミナルを渡ってすぐモノレールっていうのは、あの大阪のね、伊丹みたいな感じ。やっぱり鉄道が空港に直結してるっていうのは便利ですよね。地方行くとそうはいかないもんね。国内線チェックインロビー、これもう一個上じゃない？そうだよね。お土産屋さんがね、いっぱいあって賑やかだね、なんかやっぱり。荷物預けちゃおうか。あの自動機で、うわ、何これ、すごいね。あ、ジェットスターか、関係ないわ。あら、このカウンター俺使っていいんだよな。いいんだけど、ちょっとあの自動機をまたやってみたいから、自動機。マジで、これなんで6個持ってるとダメなんだっけ。バーコードで行ってみるか。バーコードで、じゃあ、はい、 OK の、これね、沖縄発名古屋中部国際空港セントレア駅合ってます。発行しない、預ける。これをやりたいがためにわざわざこっちのカウンターにいるっていうね。こう、テプリ空港名古屋中ボッケ、はい、手荷物すぐ発行中、出てきました。はいはい、これを貼ってあっちに持ってきます。出てます。
からこう自動荷物を機械で預けるのをやってみたいがためにね、ここをあれしてるっていう。さて行きますか。時間あるからな、ラウンジ行ってもいいけど、どうしようかな。混んでんでしょうね、これね、これこの感じだとすごいよ、これ人が。ああ2階にまた降りなきゃいけないんだよね、確かここは。あ、スターウォーズジェットがいる。結構お土産物屋さんもやっぱ混んでますね。今日でも乗る人っていうのはもう終わって帰る人、まあ、僕はね、あの仕事来てたんで曜日とかあまり関係なく今日移動するんですが、すごいすごい空港、すごい、こんな那覇空港久しぶり、よかったね。いろんな業界が本当これで、まあちょっとこの県内、沖縄県内はね、あのいろいろと医療崩壊まだ行ってないみたいだけど、なんかいろいろ大変みたいですけどね。一般連でいいよ俺。12月だよね。28番。うわ、28番ってバスケートなんだ。あれ。ということはラウンジもう行ってる時間ないか。あの優先。やっぱりね、優先搭乗口っていうか、なんだっけ、セキュリティチェックの優先レーンの方が人が並んでて混んでるっていう、すごいバカっぽい状況でしたよ今日も。笑えるなこれ、ほんと。もう今日ちょっと時間ないんで、バスゲートみたいなんでもう行っちゃいましょう。ラウンジはいいよ、毎回毎回行かなくてもね。免税店ね、何を買って帰る、買うもんないな。バスゲートですよ、バスゲート。大きめのね。那覇空港のバスゲートを利用するの初めてかな。離島行きのやつがたまにあったか、昔。はい、どうでしょう。まだ始まってないの。あ、全然まだ始まってなかったね。20分、15分前なんだけどね。これあのグループ1のドヤ顔集団もう乗った後かな、これ。今全ての皆様って言われたんですけどね、バスが来てないから大渋滞。最後でいいよ今日も。あ、やっぱそうでしたね。与那国とかこういう離島行きもバスターミナルでしたね。28年与那国、こっち乗りたいな本当は。あ、でも今日はね、明日以降のいろんな予定もあるので仕方ないので、はい、名古屋です。あ、本当、はいはいはい、わかりました、はい、最後一人かと思ったらもう一台バスだ。 あと一人か二人なのにバスが。こんなとこにもさくらラウンジあったんですね。今使ってないんだろうな、これ閉まってるよね。なんかあえてトラブルしてるよね。一緒ですか。あ、いえ、どうぞ。ありがとうございます、はい、お子さんの一人旅がね、ちょうどいらっしゃって、バス貸し切り状態。バラバラ、最後のバスはさすがに大物ですね。お子さん一人旅の人とか最後に乗せるんだね。多分一番最後と思って一人旅のお子さんなんかと一緒に最後乗りましたらですね、まだ来てないお客さんがいるみたいで、あ、ちょうど今乗られましたね。これで最後です。お見送りしてくれてます。もう一人旅の時は親御さんも一人付き添いでゲートまで入れるんですね。昔からそうだったかね。あ、ワンワールド仕様というか、
ワールドのロゴが入ったあれ A350 これ昨日じゃない今回沖縄来る時に乗ってきた機材ですねあれ、なんか意外とバスの旅いいかも。バスの旅じゃねえか。今日乗るのはねボーイング737のダッシュ8って書いてあったからファーストクラスがねついてないんでね、あ、なんだっけあれ、あのピンクのジンベエザメジェット、これも JTA の機材ですよね。このジェットスターがちょっと邪魔で見えないけど、あのジンベエザメジェットピンクの、あとブルーがあるんだっけ。これじゃないよね。この隣向こうにもう一機止まってる。そっちかな。ですよね。残念ながらこちらは違う行き先。歩いて乗って名古屋に向かいます。あ、こんにちは。よいしょ、暑い。こんにちは、お願いします。行けんじゃん。7です。いいです、どうぞ。じゃあ先どうぞ。すみません。あ、これ、皆様のご着席を確認の上出発いたします。お座席にお座りになりシートベルトをお締めください。隣にジンベエザメジェットでしたね。クラス G 1列も空いてたな。変更してもらえばよかった。前の席の下にバッグ置けるからここの方がいいか。タラップ外れました。機内への案内のねスタートがね遅れてたんですよね。出発時刻に変更はなかったんですけどね、何だったんだろう。それではどうぞごゆっくりお過ごしください。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。必ずご覧ください。お不明な点は乗務員にお尋ねください。また座席ポケットにございます安全のしおりもご覧ください。 EVCB showing our safety demonstration. Please pay close attention. If you have any questions, please ask your cabin attendant. Also, please refer to our safety instruction leaflet in your seat pocket. Thank you.Please watch this safety video and familiarize yourself with the safety instructions. 荷物は近くの収納場所に入れるべし。 All baggage must be stowed in the nearest storage. Your life vest is located under or beside your seat. 頭からかぶり留め具をかけしっかりと締めるべし。 QA 荷物を持つと通路を塞ぎます。 Carrying baggage will block the aisle.荷物やハイヒールでスライドが破れ使えなくなる恐れがあります。 Baggage and high-heeled shoes may damage the slide. We will ask you to assist other passengers after sliding down.
通しているとのことでございます。そのため管制塔より待機の指示を受けております。この飛行機の離陸は3番目、時間にいたしますと約7分ほどかかる見込みでございます。お急ぎのところ誠に恐れ入りますが、離陸の許可がおりますので今しばらくお待ちください。
8番ゲートに到着いたします。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。上の棚をお分けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまから全ての電子機器をご利用いただけます。また終わりの際には携帯電話などのお忘れ物はなさいませんよう、お座席周りを確かめください。機内でのスムーズなご搭乗と確実なお手荷物収納のため、次回ご搭乗の際にもお手荷物の貨物室へのお預けにご協力いただきますようお願いいたします。約2時間の空の旅、お疲れ様でございました。姉妹機内ではございましたが、ごゆっくりお気取りいただけましたでしょうか。連日暑い日が続いております。皆様この先も水分補給などしっかりとりながら、お体を大切に、どうぞ元気でお過ごしください。今日もワーワールドアライアンスメンバー、日本トランスオーシャン航空とハワイアン航空との合同シェア便をご利用くださいまして誠にありがとうございました。一名二名デービル、また JAL グループは SDGs 達成に向けた取り組みの一環として、二酸化炭素の排出量削減に貢献するため、到着後に窓の日よけを閉めております。ご協力くださるお客様は飛行機をお降りになる際にお近くの日よけをお締めいただきますようお願いいたします。業務連絡です。客室の便はドアモード下戻り変更中。あれ、こんな構造だったっけ、セントレアも。飛行機で到着するのはいつ以来でしょう。あれ、今年どっかから来たよな。函館から飛んできたことあったんだ、気にしたけどね、今年ね。2番って言ってますよ。ここが、おお、一番近くいいじゃん、通り道で。はい、着きました。名古屋といえば、ヤバトンですよね、ヤバトン。はい。無事にね、なんか台風の影響全くなかったですね。これ午前中の便だともしかしたらっていう感じだけど、こっち側から待った方がいいのか。はい、ようこそ名古屋。名古屋といえばヤバトンですよね。招き猫がいっぱい並んでるよね。これあれ、あのなんだっけ、常滑、セントリアがあるね、愛知県の常滑市って、あの常滑焼きっていう焼き物で有名な町でね、多分その招き猫のあの人形っていうか、あれ全部常滑焼きで作ってあるでしょ。貯金箱とかなんだね、あれ頭の後ろに穴が開いてるけど、招き猫も出迎えてくれます、セントリア。あ、結構いろんな人いっぱいついてるね。今日のこの搭乗機はここで終わりします。またの機会、またお楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。